の辺の景色とね、まだこの辺のは細くて高いでしょ、うん、それから細いやつがシュッとしてるのはこう風が抜けるというか、うん、ああなって屏風みたいにベターってなってね、ものすごい感じ悪い、感じ悪いね、うん、あれやったら、まあ、あの場所をどうかしたけど、やっぱりもうちょっと細くしてシュッとあってね、うん、空間が抜けてたらね、うん、こういうふうに抜けてるとね、全然感じちゃう、涼しげでしょ。どうせスカイラインがこうガタガタであるならば、なんかこう屋根のようなものがあるとそれなりにいいのかもしれませんね。これだから俺先ほども言ったあのロイズの本社とかね、はい、カーキングビルとかいろいろ考えてる形、これ日本はなんで超高層全部やってこう陸屋根になるんですかね、はい、これ変な形だね。取ってつけたように屋根ってよくないけどさ、屋根以外にもいろんなパスワードの整え方あるでしょう。まあもう一つはね、皇居に対して全く尊敬がないっていうか、豪華村って感じね、これ。ね、網があんまり降らへんから、うん、陸屋根でもいいんですよ。うん、それけど日本はね、アメリカナイズすることがモダンやと思ったわけですよ。だから屋根付けのみんなやめてしもったわけですよ。それけど本来は雨の多い日本っていうのは、屋根の形をもっとね、リファインして ね、 そ う、 ね、そういうね、国際的な建築を作ればよかったんですよ。あれが武道館です、ね、まだあそこの屋根はほらまだこっちから見るとあの色もね、うん、今ね緑色でね、そうでいわゆる近代建築に置かれてる。あれなんかぐちゃぐちゃですわ、ね、ぐちゃぐちゃあそこのクレーンとか回ってますもん、もっともっとぐちゃぐちゃ。ここにあれですよね、江戸城が58メーターの建築家があったんですね。これ江戸中から見えたって言うんですよ。で天気の日は千葉の方からも見えたって言うんですね。真っ白いやつで、あの大阪城よりも一回り大きいんですね。ルワンバルトがこう来て無であると、無であると、焼けたから無なんだけど、しかしこの無が質的に非常に充実してると言ってるんです。これマンハッタン計画がもう実現するようにしか 僕には見えないんですけど、これだけどまだ2つか3つくらいですよ。これでも4つかな、マンハッタン計画60本ですから、そうです、全部でいいです、全部ガーッとあのビルで、しかもそのあそこはまだ東京駅の手前ですからね、あっち側の方も建つんです。嘆かわしいって一括しませんか。嘆かまあね、どういうようにね、将来ね、うん、また将来の展望に向けてね、うん、いずれ生命が来るわけだから、その時にどういう都市計画をやるかというのをね、今から考えておいた方がいいでしょうね。これ本当に前川さんって可愛いもんでしょ。これぐらいだったらまだ ね、ここから見れば一応許容範囲っていうか、そういう感じするでしょう。そうですね、あの色もね、とか質感もさ、まあ、ある程度ね、ある程度なんかマッチしてるじゃないですか。そうですね。とにかくあの大きいあの屏風みたいな、あれ何なんだと思った。なんだっけ。そう。しかもあのガラスでさ、緑とか吸収するかいいんだとか言ってるんだけど。古い建築は。植物を除いてはほとんどモノクロームですね、うん、色を抑えて、それでその中で見るとやはりその東京会場の茶色っていうのは土を連想する色ですから、うん、モノクロームに割合近い色だと思うんですね。自然に還元できる、はい、こんなとこ行く、うん、働くいうことは疲れるでしょう。なるほど。その疲れを晴れさせますな。ここは晴れの場なんです。皇居の周辺は、ね、そうしますとまさに晴れと景ですね。晴れと景なんです。向こうが堀から向こう景なんです。これはやっぱり晴れですよ、ここら。全体から見たらこれは晴れの場なんですよ。で、この間合いなんですよ、これは。景との間合い。で、間合いの美学って言えないですか。これはね、間合いが、間合いが面白いというね、石垣や水があってね。で、この晴れがあって、間合いがあって、景があるわけです、うん、で、そのね、晴れのね、一番大事なことは沈黙なんですよ、うん、
なるほど。でこっちは喧騒なんですよ。なるほど。もう、 うるさいでしょ、うん、な喧騒のどんちゃんどんちゃんガヤガヤ車走ってるわね、わいわい言うとるね、音は出なくってもね、看板がいっぱい出てビルはね全部色は違う、形は違う、喧騒の世界でしょ、うん、そんなんね人間は心が休まない、うん、それからマックス・ピカートが言うようにね人間の本質は言葉である、神の本質は沈黙である、キリストは沈黙の人、沈黙が人間の心、沈黙の本質というのが人間の心を癒すわけですよ。だから自然っていうのは沈黙してるでしょ、だから沈黙が人間の心や、だからここはやっぱりね沈黙、車も何にもない、だからね沈黙の場で、この中に要所要所に公園を作ったることで沈黙の空間、セントラルパークみたいなのを、あの大きいところにあれぐらいのね沈黙の場がいるわけですよ。それあんな人は犯罪の問題あるから、もうちょっと中ぐらいにして配分してやるとね、都市としてあの癒す場ができる。それ沈黙の場を作らない。お寺だったかもしれないですよ。そうそう、上の公園の京都なんかね、そうそうそう、あの寺がね、100メーターおきに寺があるじゃないですか、一丁四方ごとに。そうそうそう、それがね沈黙の場、うん、お寺って死者の町やから沈黙してるわけでしょ。 それがあそこでね心癒されるわけですよ。だからねここにはそういうね神社仏閣あらへんでしょ、うん、公園もあんまりあらへんね、疲れるんですよ。だから時としてここへ来るとええなとこだからね沈黙のある都市を作らない、うん、砂利を撒くところ ね、 ね、うん、ザクザクって音がするんだけどね、あるところぐらい石がこうシッとこうやってね、明治神宮とか伊勢神宮行きますと、あの石ですからね、あれがその人の足音を消しますね、あれがまたいいんですよね、リズム感の、はい、この辺はもう美学土木屋の世界ですわマンホールは自由にあるわねほらね、適当にとけちゃう全部こう石でやると大切やから、こっから向こうが杭でしょ、木に対して石でしょ、なるほど、これちゃんと向こうがまた別の世界です、なるほど、だから対立せえへんですよ、うん、木がもっとこうコーラ切れてしまってるじゃないですか、あれはやっぱり緑がこうあってね、間合いがないんですよ、あのこういうドカンとするね、そう直接ひっついたらね、うん、茎周造の言うね息の構造から外れるわけ、うん、で茎周造はあの男と女が恋愛しても決して合体したらねやぼやい、うん、それは合体しないという、そのためには間合いがいる言うとるわけで、和辻哲郎は間合いが大事や言うとるわけですよ、茎周造も間合いが大事で、都市の場合の現代とこのねこういう過去のこういう文化遺産とああいうものとの間に気を移そうとあるとね、そうで気の間からねもうちょっとプロポーションの絵がちょっと出てるとね、あの僕は別に悪いとは思わない、うん、いわゆる茎周造の言う息がないんですよ、間合いがないから、うん、だからね文学者の言うことはやっぱりねちゃんと聞いてね、うん、それは文学者が都市計画とは関係ないと思うけれども、建築家とか都市計画家はねああいう文学読まなあかんのですよ。先生、あの向こうにあの光線が当たってるのとこっちが柔らかく当たってるの全く違いますね。違うね、そう、すごい柔らかいですよね、ソフトに受け止めてますもんね、もう漆喰ですかこれは。素材もね柔らかいしね、それから漆喰と木でしょ、水分を吸収するでしょ、向こうはアルミとかステンレスね吸水率ゼロでしょ、これは吸水率がかなりあるでしょ、うん、それは人間の情も吸ってくれるわけですよ、感情を、情という情、それ向こうはその情を吸わへんでしょ、これ土ですかね、跳ね返すでしょ、うん、それがやっぱりねあのもう嫌な感じするわけですよ、うん。